ビルスマイヤーハック反応、またはビルスマイヤー反応は、オキシエンカリンの存在か、アミドと活性方向属化合物の間で起こる有機化学反応である。この反応で重要なのは、イミンであり、これがプロトン化された方向属ケトン、またはアルデヒドを与える。例えば、ベンズアニリドとジメチルアニリンは、オキシエンカリンの存在下で非対称なジアリールケトンを生成する。 またアントラセンは9位の炭素が選択的にホルミル化される。反応気候アミドとオキシエンカリンの反応で、旧電子的なイミニウムイオンが生成する。これが弱い旧電子剤となり、旧電子方向属地間反応により、移民中間体を形成する。これが容易に、加水分解され最終生成物であるアリールケトンやアリールアルデヒドを生成する。 この反応の最近の応用例の一つとして、これまでの方法では、収率が16%しかなかったトリフェニルアミンを原料とするトリスアミンの新しい合成法が挙げられる。この低収率の原因は、他の二つのベンゼン管に存在していた、イミンはじめが残ったベンゼン管を不活性化し、三つ目のホルミル化反応を進行しにくくしていることであった。新しい方法では、 ジーミン体を加水分解により、ジホルミル体とし、最後に残ったベンゼン感を再びホルミル化することで、95%の収率でトリスアミンを得ている。ありがとうございます。